平野塩シの新グループナンバーアイがザボナズのロコと告示しており問題となっています。両者で話し合いを行います。5月22日にスマイルアップ9ジャニーズ事務所を退除し7月7日に滝沢秀明が立ち上げたとべに所属した元キングリンチェのメンバー平野塩とジングージ・ユータ・ユータ。 その後を追うように、9月30日に退除した元メンバー岸優太も同事務所に合流を決めた。そんな3人が10月15日に新しいグループ、ナンバーアイ、を結成。そして今、新グループのロゴについてパクリ騒動が起きているのだ。滝沢氏が同社の公式 YouTube チャンネルで、岸の加入とグループ名を発表。その後、 平野と神宮寺、騎士は東京ドームで緊急性配信し、新グループでの意気込みを語りました。グループ名であるナンバーアイは騎士が考案したとして、由来については一番を目指してナンバーワンになることと、そのためにはオンリーワンになりたいと愛にかけているようです。思いの込められたグループ名と一緒に公開されたのは N をメインにしたロゴですが、 これが2012年から活動している人気ロックバンドザボナズのロゴにそっくりだと話題になったんです。確かに盗作と言われても仕方がないほど酷似しています。芸能記者。ロゴが発表された後、XQ ツイッターでロゴを指摘する声が相次いでいる。ザボナズ音平の仕様などなどの新ユニットのナンバー愛のロゴに過ぎてびっくり超えてドッキリ ナンバーワイのロゴパクリ疑惑作成前に確認とかなかったのかな事務所にも問題あり。似すぎて引いたザボナズへのファンの方々は怒って良いレベル、法的にも引っかかるのではザボナズの所属事務所は、この事態にどのような見解を持っているのか。問い合わせると以下の回答があった。ザボナズさんのロゴと似ていることはご存知でしょうか 従前にはなるんでしょうけれど、ただすごく似ている部分があるので今後どうするかを話し合いましょうかっていうところです。かね。なのでそれ以上、特に答えられるものがないんです。双方の話し合いはこれからということでしょうか。そうですね、これからですね。ロゴ変更の希望はございます。か。いや、こちらもこれからどうしようかっていうところなんでそれを双方で話し合っていきます。 新しい出発を切ったナンバーアイ。ロゴ変更するのであれば、オンリーワンのものになることを願う。